文字の検索と置換について説明します。ホームタブから検索をクリックします。検索と置換のダイアログが表示されました。ここで文章の中の「十一月」という文字を検索してみます。検索する文字列に「十一月」 と入力します次を検索のボタンをクリックします検索された文字の場所にカーソルが移動しますもう一度クリックすると次の文字が検索されます このようにして、文章の中の文字を検索できます。続いて、置換を行います。ホームタブから置換をクリックします。11月という文字を、12月という文字に置き換えます。検索する文字列には、 11月、置換後の文字列には12月を入力します。置換のボタンは文字を一つずつ検索して置換することができます。すべて置換のボタンはすべての文字を検索して一度に置換できます。 文書の中の「11月」という文字が「12月」に変わりました。